はい、おはようございます。ということでね、2日目の朝の呉市なんです。いや、呉までね、来たはいいですよ。まあ、広島で泊まってね、広島からもう一回出てきたわけです。まあ、広島帰った動画はね、フェリーに乗って行ったんで、上がってると思うんですけど、なんでしょうね、これ。この物販。ね、これ、2日目ですけど、1日目はね、ちょっと綺麗に撮りやんかったと思いますね。ちょっともう暗くなっとったんで。さあ、どうでしょう、これ。なんですか、この列っぷり。これ全部物販ですよ、ね、すごいですね。まさに人がゴミのように、オタクどもがゴミのように集まっておりますよ。すごいですね。まあまあ、ここにね、まあゴミ代表みたいなオタクもいるわけですけど、さあ、でね、じゃあ物販はダメだなと。あれは5時間待ちとかになりそうな勢いですかね。昨日ちなみに2時から並んだ人、物販並び買い終わったのが5時やったらしい。5時じゃない、5時間待ちで、7時って言っとったんや。それで物販終わったらそのまんま野菜に突入したって言ってましたからね。じゃあ大和ミュージアムの方には減っとるかといったらそんなことなくて、なんすかこれ、列もずーっと続いてるんですよ。わかりますかね。なんか奥の方もすごいことになってますよね。ちなみにまだポスター売ってるみたいですね。今日は昨日早めに行ってね、大和ミュージアムに入ればよかったんですけど、持ち合った時間が時間やったんで、大和ミュージアムも明日でいいかなって思ってたんですけど、今日旅行いいかなと思ったんですけど、いやー、これはちょっとすごいですね。うわー、あ、ちなみにここからだよくね、本当はね、その人に来てる友達とこれ大和ミュージアムを見て、そこからまあ自由行動にしようかって言ってたんですけど、ちょっと予定変更です。ちょっとあの列砂漠まではね、時間かかるし、で友達はもうスタンプラリーとかそっちの方にね、行くぞって言ってますんでね、基本的にそんなグッズなんて通販で買えるものは通販で買えって人ですからね、まあまあショップの店員やってたってのもありますけどね。あとかそうね、ショップの店員やっとった人間は何言うんやっていう話になりそうですけど、個人的には江田島行きのねフェリーとか気になりますけどね。江田島でいいんでしたっけ。やっぱね、こっちの方の地名ね、よく分かってないんですよ。スズメはどこに行ってもスズメですね。あんまこの距離で撮れないですけどね、スズメ。ちなみに昼間に撮っておきましょうかね、これね。クーレのターミナルってことで、昨日はね、夜だったんで、ちょっとね、映りが悪かったかもしれません。ちなみにね、昨日の動画の方でも見たと思います。これ便利ですね。昨日の夜、結局野戦終わってからすごかったらしいですもんね。呉の駅の方は3両編成の30分に1本しか来ない3両編成にこれが一斉に流れ込んだわけですよ。昨日もこんな感じでしたからね。でも昨日よりひどいかな、今日のが。スタンプラリーもすごいですね。えらいことになってます。大してですよ、実はここにですね、昨日夜撮ってますけどね、ほら広島行きフェリーってあるじゃないですか。フェリーでね、実はね、これ900円ぐらい行けるんですよね。940円やったかな、うん、そうですね、2人で1080円でしたから940円、ね、ってことはやっぱこれを最後船に乗ってちゃんと船で帰るっていうのがまたね、呉の楽しみ方の一つじゃないかってね、言ってたんですけど、実はね、当たりでしてね、夜海側からの、加賀さん、ね、海側からね見えたんでね、超当たりでしたよ、うんうん、みんなあれもしかして加賀見えるんじゃねこの航路と思ったら、ね、見回ってみたら、あ、加賀がおるって。まあね、あんまり大きな声出しませんけど、立派な方もね、何名か見えましたんで、うん、でも船の移動非常にゆっくりだね、踊り出したな。あらら、まだ野戦には早いんじゃないかな。これ多分ずっとやってますからね。よし、引いとこう。 あっちが踊るアホな、こちらが泳ぐアホっていったところですかね。すごいね、うわー、いやー、おお、走らせてますね。おお、すごいですね。こっちをちょっと、おお、
かしいな。大和ミュージアムってこういうためにあったんですっけね。日本は今日も平和ですね。日本野鳥の会の人呼んで人数測ってほしいですね。これ推定人数でもいいですからね。こんな感じでね、ほらすごいな。サプラリー開始500円となります。なるべくお手元に500円ご準備お願いいたします。あら、サミンカレーシグレーですか。すごいな。こっちはこっちであれだしね。大和ミュージアムの歩道かな。そこそこ持ってるっちゃ持ってるんですよね。あの奈良の大和ね、奈良の、天理市に、大大和神社ってところがあってですね、そこがまああのいわゆるあの戦艦大和の中にもね、あの分地されておったっていうところですね。でそこがそのゆかりでですね、意外とそこのね、神社の社務所のところでですね、あの呉の物のやつもね売ってるんですよ。手ぬぐいとかそこで買いましたけどね。ちなみにすごい人だかりになってますけど、意外と、ね、イメタウンのねフードコートなんかはね全然人流れてなかったですからね、あそこで休んでもいいですし、実はあんま表に看板出てないんですけど、ここのね隣のターミナル、この中にねセブンイレブンありますんでね、そこで飲み物とか買うっていうのをもう行ってですよ。でこっちがフェリーターミナルですね。まあ自販機なんかも置いてありますし、おかしいことになっているところがあります。この江田島もなんかそういうので盛り上げようとやってるんですか。ブルーなんかもね、やっぱこういうところ夜景でいいんでしょうかね。これにセブンでもあるんですんでね、見てみると、あのお宅でもここに集めてる場合にここね、比較的安息の地になってます。買った食事とかで別にね、ちょっと飲食できるスペースもありますからね。実はあの全然混んでないです。てっきりね、お宅どもがバーバー押しかけとるかと思ったらそうでもなかったんで、これはあれですよ。江田島は今まで行った時10時15分江田島に行くのは400円で行けるんで安いですね。朝すごい高速線バンバカ運行するんですね。あ、高速線なら10分で行けるんよ。ということでね、まあね、あの世の、皆さんはおそらくこのまま物販に並んで、スタンプラリーに行って、ぐるりと市内を回るというところなんでしょうけど、で大和ミュージアムもね、これ相当なんかでもすごい人って感じでもないですね。やっぱあの物販というか、あそこですごい人が集まってますけど、あえてねここはですよ、なんだろうですね、ちょっと江田島っていうところに400円で行けるらしいんですよ、フェリーで。ほんと20分ぐらいで着くらしいんですけどね。でそこに渡るとですね、なんか旧海軍、戦前のね海軍のなんか、学校、海軍学校の施設があるらしくて、そこのなんか見学ができるということらしいんで、せっかくなんでね、ちょっと私はねそっちの方をね見ていきたいと思いますよ。これか、荷物をバカバカ持ってますんでね、どうと悪いですけど、置いてよいしょ、靴下いんでね、よいしょ、株主優待って200円領収書も発行できるんですね。読んでですね、こんな感じで歩いてずっと来て、ここで待ってればいいと。すごいですね、物販の長蛇の列に比べたら、